春はこんな感じなんですね。皆さんこんにちは、エンミカです。2021年5月の上旬、札幌から釧路へ一泊で実家に帰ることになりました。さまざま所用があっていることになったんですが、せっかく釧路に行きますので、ちょっと美味しいもの食べてきました。2軒紹介していきたいと思います。気温何度ぐらいあるんだろうね。今ね、シムカップです。ここは釧路に向かう途中のシムカップサービスエリアです。忘れられないここだけなんじゃ、人気店っぽいの。シムちゃん、カンちゃん、アスパラ、うわー、ヨギマンジュ。まだ5月の上旬は山に雪が残っています。釧路に入ってすぐお昼を食べることにしたんですが、今日は釧路の玉川庵というところに牡蠣のそばを食べに行きました。牡蠣そば屋さん、もう牡蠣の殻がすごいね。もう午後2時ぐらいでしたので、お店にはすんなり入ることができました。なかなか風情がある感じなんですよね。ここにすごい鮭がいた。この日は純粋に牡蠣そばをいただいたんですけれども、メニューはいろいろありまして、牡蠣のコースなんかもあるんですよね。釧路の隣町の厚岸町は牡蠣の名産地でもあります。それもあるのかなと思うんですけど、動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。もう牡蠣が大好きなので、こんなてんこ盛りの牡蠣めちゃめちゃ嬉しかったです。
ごちそうさまでした。店内にはそば打ちの場所もあるんですよ。続いて父から頼まれたものを書いていきました。釧路市民のなんか大人気のジョイパックチキン、あの一度ね義理の父が大好きだそうで買いに来ました。10本買ってきてくれって言われました。お金も預かってきましたのでジョイパックチキン、カレー味のチキンなんですって。ジョイパックチキン、メンツここなんですって、本店ジョイチキ。後ろに専用駐車場がございます。こんなに人気店なの？すごいね。そんなに美味しいの？ジョイパックチキンって。私あったかいの食べてないからわかんないんだけど、鳥のマークがついてて元祖カレーチキン、すごい人気、めっちゃ人気で車が3台も止まってます。そうか、カレーの匂いがする。電話予約受付中、ジョイパック芦野本店。すごい大人気店。カレーチキンが美味しいの？ジョイチキンが、ジョイチキンが美味しい。カレーチキンがいいの？ジョイチキンはそんなにない。でもカレーチキンってお父さん言ってたよね。びっくりするね。ピースも買ってる。ここにいっぱい釧路新聞の切り抜きが貼ってありますが、もともとジョイパックチキンはスーパーの敷地内にある建物で販売されていたそうで、そこでは普通にあの塩チキンとかジョイパックチキンを販売してたんですけど、近くにケンタッキーフライドチキンができて、そちらにお客様を持ってかれるようになったんですって。そこで何かいい方法はないかということで、この秘伝のスパイスを集めてカレー味をこう発案して、それが大人気になって、またお客様が戻ってきたみたいなんですね。でその後その、スーパーがまた更地になって、違う建物が建つということで、一回そこでお店はなくなったんですね。そこで今度このここの今のこの芦野っていうところにジョイパックチキン本店としてオープンした、なので復活っていうふうになってるんですけど、まあ、そういう言われがあるそうなんですね。そうだったんだ、知らなかったね。ジョイパックチキンは今札幌の琴仁にもあるそうなんですよね。札幌でも味わえますので、ぜひ行ってみるといいかもしれません。食べてみたい、これ食べてみたい。いただきます。絶対冷たい時に食べてるより温かい方が美味しいでしょ。温かいの美味しい。この後夕ご飯なのにもう一本食べたくて仕方がないエンミカです。次回は釧路のぬさばい橋から見る春の夕暮れ、そしていろんなシーンが見れると思います。ぜひチャンネル登録してこの後もご覧いただけたら嬉しいです。